やっぱね、やっぱね、クリア しちゃおうか。何にしても、うん。クリアしちゃいますか。充電とかもなんかもう、わーって感じで、やって、クリアしちゃうみたいな。何にも見えない。何にも見えない。暗すぎて。行かないとやっぱダメなんですかね。うん。か。うん。減らさずに。減らさずに。その。ニコ生クルーズ。なんだろうな。今日、まもなくニコ生クルーズが到着します。楽しんでゲームをプレイするって。今日、ニコ生クルーズが到着しました。配信と矛盾する気がするな。切って2分で入れた。はい、配信をしている時点でも、それゲームを楽しんでるわけじゃないのでは？ニートはエアコンなしだよ。なんてね。エアコンつけてないっすよ。ハキハキしろよ。ハキハキ。この辺になんか椅子が。握ってこなストローだよね。おもんな。この辺。ペアムニコ生クルーズが去っていきました。こういうのね。解放していかないと。難易度が上がるばかり。もうドラクエじゃないんだからさ。なんで1マス1マス足元調べなきゃいけないんだよ。ということはやっぱり面白いという証明ですよね。つまらなかったら文句なんか出ないから。だってやんないもん。やめるか。もう何なんだよ。よくわかんないんですよね。映ってねえな。映ってねえじゃん。よし。で？ニコ生クルーズ。ショー、間もなくニコ生クルーズが到着します。ショー、
ニコ生クルーズが到着しました。お前ら家を映ってないならさ、映ってないって何のためのクルーズなんだよ。そういうそれくらいのことはしろよ。何の役にも立たないくせにさ。手づかみでショーレバーマッチングから受け、一言言えばいいだろうが。クルーズ頼みかよ。クルーズ頼みだよ。他にコメントがねえんだから。わかるだろうが。喋るな。わらわら。頼むね。レアム、ニコ生クルーズが去っていきました。文句ばっか言いやがってよ。おっく。こっから来たのか、これ。そうだっけ？そうだっけ？違くない？暗くて見えない。これは広い。ないもん。刺さらないこと祈って走るシステム。来るなよ来るなよ、あーみたいな。また広告してきました。また広告してきました。ラテスコムコアット、アドベアチセア、レトロン、イカ役。なんで広告するんでしょうか。今日は神虎か和骨やりますか。やってくださいって言うんであればもう全然やりますよ。なんだかんだ言ってやっぱ見たいって思う。あ、開いてる。第24くらいにランクインしました。思われるゲームをやっぱやるのが一番ですからね。自分がやりたいゲームもやりたいけど。やってください。やります。ということでね、今回プレイするのはこちら。あ、初見さん、ごめんなさい。今からトライフォースやるんで。ちょうど今、神虎終わるところだったんですよ、トゥームレイダー。ちょうど神虎やり始めようと思ってたところで。あ、これでね、よかった時代のトームレイダーだ。よかった時代の、え？え？いやいや、何を言ってるんですか。よかった時代のトームレイダー2のことですよ。何ですか、4って。そんな、もう最近のトームレイダーは、つまらなくなったよなーって、4をやりながら思ってます。詐欺ですか？いやいや、ちょっとちょっと。俺は二人もいないぜ。困ったなぁ。これは大手なまなしですわ。あれやってください。これやってください。まあ、今日はとか、今はちょっとね、トゥームレイダー枠なんで。でも最近のやつよりはマシじゃ。トゥームレイダーをやらせていただきたいと思います。最近のよりはマシなの？弟にやらせればいいだろう。最近のが、
やりたくてトゥームレイダーを1からやり始めるという暴挙に出たんで、トゥームレイダー1から順番にやっていれば最新作をフラットな目線で評価できますよね。最新作だけやるとさ、3までは情報が打てる楽しいみたいになっちゃうじゃん。そうじゃないんですよね。トゥームレイダーとしてどうかって正当な評価をするために僕は1から順番にやっていこうと思っているので、最新がどうかは知らないが、3までは情報なしクリアしたけど4以降はきついということは、やっぱり4以降、つまり4まで情報なしでやったで、4以降の最近のトゥームレイダーはクソだと、トゥームレイダー4とかいう最近のトゥームレイダークソゲーですね。4まで情報なしでやった？それおかしいんですよ。メリットがないじゃん。あ、そう。やってないならセーフ。やってないならそこそこ面白いですよ。やるとクソゲーになる。え、なにこれ。こんにちは。何これ。あれだろ。トゥームレイダー1のララと3のララの比較みたいな。身長が違う。暗い。マジで暗い。ちょっと待って。カーテン閉めよう。カーテンを閉める時間。暗い、暗いで、グリーかよ。暗い、暗い、暗い、ドンクライ。ドンクリーク。暗い、オブフィア。っていう、改造ハーフライフがありましたよね。あれもやりたいですね、いつか。うん。アフレイドオブモンスターやったんですけど、あれ怖かったんで、でもさ、俺ホラーゲームもうやりたくないな。神虎ですら俺怖いって言ってるんだぞ。勘弁してくれよ。そういや、春にもまだ途中だった。春にも途中。俺、春にはまだ触ってないですよ。1に飽きたら2やろうって言って、大事に。こんな面白いゲーム、すぐクリアしたらもったいないっつって、1に飽きたら2やろうと言って、もう10年くらい。困ったなぁ。1に飽きないよ。一生できなくなるから平気平気。え？何このゲーム。は？何なんだよこのゲーム。今徐々にハプ減ってた。罪データ作っちゃった。これいつのデータ？同じことやったわ。もう32個前のセーブデータまで戻ったわ。アクしろよ、クリア。わかった。
もうなんなんだよ。徐々に HP 減ってたって。いやいやいや。言えばいいじゃん。徐々に HP 減ってるって。ゲーム内で。なんで何も言わず死ぬの？急に死んだんだけど。クスクスしながら見てた。いや別に皆さんに文句があるわけじゃないですよ。このゲームに文句があるんですよ。そう、気のせいです。明るくなってるか。僕が文句を言いたいのは、は？とんでもない戻され方してる。こっからかよ。パクしろよ、クリア。はい。一の恐竜のところほんとびっくりした。びっくりした、もうほんとにびっくりした。なんでこれ、このゲームさ、ダメージ受けてても何にも言わないの、こいつは。どんだけコミュ障なんだよ。ララクロフトと、あろうものが。俺でも痛かったら、俺でも体燃えてたら言うよ。熱い熱いって。絶対言うもんな。言わないもん。強い女を、ララクロフトのイメージが崩れるっつって。役作りに励んでるんだよ。何でしたっけ、今度の映画は筋肉をなんか鍛えてきたとか言ってましたけど、無痛病なんですかね、かどっちかですよね。ララクロフトのキャラのイメージはこうだみたいな、かたくなに我慢。何も言わず黙って死んだ。シャレにならないんですけど。シャレにならないんですけど。セーブ開けよう。さっきもさ、画面真っ暗のまま配信してたのにさ、何も言わないし。言ってほしいような、ゲーム内で画面真っ暗のまま配信してますよって。そしたら俺もすぐ直せるのに。本当だよね、本当だよ。タイムシフトも新しくなったけど、タイムシフトからコメントできる機能とか追加してほしいですよね。ブラック企業に勤めて過労4する人に似ている。似ている？いやもう大雨だから今日は来なくていいから、いや行きますみたいな。行きます、行きますよ。で勝手に死んでさ、勝手に会社の責任にされるんだろう。ふざけんなよーってなるよな。だから言ったじゃんってなるよな。道が分からん。本当だ。どちらもニートには縁が遠いでしょう。熱いツッコミが、なんなんだもう。くさ、シャロー氏にも似ている。シャロー氏にも似ている。
どちらも。ちょっと、いやもう。どこだよ、だからどこ行けばいいんだよ。落とせばいいの、ここへ。逆にショットガンがもったいない。就職。白白就職。あれ？なんであるんだ？壊れたはずじゃん。復活したわ。じゃあいけるじゃん。こっちだっけ？就活の話やめようぜ、いい加減。就活禁止にしよう。 No. え、 No. なんで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 バグじゃねえかよ。バグで進行不能になったところが今のところ2箇所ぐらいあるんですけど、クイックセーブを駆使して復帰したけど、勘弁してほしいですよね。さっきのバグみたいなもんですな。気がつくと死んでる。ホリエモン、就活は拷問、やるやつは何それ。別に俺秋葉原行ってイエーイってゲーセン行って楽しんで帰ってきたけどな。落合陽一、就活は以上。お、何そういうのがあるの、あのホトトギースみたいな。いいですね、泣かぬなら、みたいな。へぇ。矢口真理。私、子供の頃から、就活が大好きで。ホリエモン、就活はゴー、やるやつは。さっき聞いたけど。矢口真理は？どこだっけ？一回出るのか？こっちだ。矢口真理、気持ちいい。矢口真理もやってたんだ、就活。何なんだよ、だから。地味ですね、このゲーム。しかしモーニング娘。誰か作んねえかな。作んねえかな。多分あるでしょ。あるでしょ。陰夢中が
作ってるだろ。イムチュは何でも作るからな。いかんせん数が多いから。なんだろう、一つの国みたいな感じでさ、そのなんていうんですかね、美容師のいない国はないみたいな感じで。なんでこんなところに美容師がみたいな。どんな職業の人もいる。早めに殺そう。え？よし。ああ、もうなんで勝手に落ちるんだよ。このゲームは。本当落ちますよね。やったことある人ならわかると思うけど、まともに操作できねえんだよ。地味だなこのゲーム。ゼルデンをやれって声の気持ちもわかるな。やってください。まともに操作できない。まともに操作できないよ。ここで上を押したらだって落ちるんですよ。とこんなに免許持ってんのか。こんなにスペースがあるのに、これ上を一回押したら落ちるんですよ。落ちねえよ。でも普通は落ちるんですよ。こんなにスペースあるのに、ちょっと崖際行こうって上一回押したら落ちるんですよ。まあ、落ちなかったけど、本当は落ちるんですよ。だから、クソなんですよ。ん？暗。ピストル持つと落ちるんじゃね。ピストル持つと落ちるのは、この、これですね、見回し。見回しと、このなんだバグがあって装備していこうか。こうすると歩きながら見回しができちゃうみたいな。普通見回しモードは歩くわけないじゃん。だって見回してるんだから歩いちゃうんですよこのゲームは。っていうやつ。あとはこいつの一歩が大きいから、ちょっと前に出るってことはできない。できるんだけど、ちょっと前に出るボタンを押さないといけない。その感覚が、押した長さで歩く距離が決まるって普通思うんだけどね。押した回数で決まるイメージだからな、このゲームは。一回押したらこれだけ進む。それが終わった段階で押していたらもう一歩進む。なんでだから歩くのよ、勝手に。え、なんでダメージ減るの？
え、まさか、あの人形に攻撃してんの？おい、バカだもん。休み休み言えよ。バカじゃん。確かに地味だな。でもキングスフィールドも地味ですよ、正直ね。同じですよ、見た目は。好きな人には違うように見えるから。キングスはイライラしないから、イライラしないから、開始2秒で落下。これはあかんで、全然イライラするから。キングス、だってなんで開始2秒で後ろに下がるんだよ。下見ようとして後ろに下がるんだっけ。いや、やったことない人は。なんだよ、であって3秒で合体みたいな言い回し。いや、別に。キングス面白かったな、なんだかんだ言って。これも面白いけど、まあ、イライラはしないけど、キングス3は、うん。うん。ちょっと、やらないかな、もう。2かな。でも見た目同じですよ、みんな。シャドウタワーハモっときつい。配信のこと考えて、考えてないけど、俺は考えてないけど、配信のこと考えるとシャドウタワーとかね、キングスさんまではなんとかなったけど、音楽ないし。シャドウタワーは投げた。マジか。まあ、デモンズソウルも投げてますから。やめた。なんかあるんじゃないの？コンバインか？シャドウタワーは自動回復アイテム取るまでうまく進めた時だけセーブしていかないと回復薬が持たない。イカ薬、爆弾で穴開くんじゃね？爆弾で穴開く、今からならやり直せるんじゃね？何を？あ、レバーがある。お、よー、え？レバーとは？見た目は変わんないですよ、多分。同じくらい地味ですよ。投げたって言った方がだよ。お、家だ。またピネだよ。そうかな。今からやり直せだって。頑張ってくれ。一度言い出したら聞かないから、その人。キングスヌーを一回やってけど、やれる気しなかった。なんなんだもん。キングス2は面白いっすよ。
ちの方が俺正直なってる。あそれあるかもな。シャドウタワーはマジで自動回復する剣とか防具取るまでが鬼畜だけど取ってしまえばと。やった方がドキドキ味わえていいと思うで。お前やるなって言ってたじゃねえかよ、ついこの間まで。俺がやります言い始めてからじゃん。重みは無理だから。あ、はい。な、何のエイム、何のエイムをこれ吸い込んでる。自分撃ってもだろ。しょうがないさ、吸い込まれるんだもん。こっちが当たりってこと？敵でない。よーし。しょうがないさ。今日はバレンタインデー。リスナーでシャドウタワー諦めた人は、エターナルリングはやったんですか？やったんですか？その、やってないってことは諦めたってことですよね、みたいな。あ、やってないです。普通はないですよ。なんでフロムのゲームを全部やっているはずだ、みたいな。で、なんでやってないんですか？エターナルリング安いしやってみればいいで。やったかなと。やったかなと。普通やってるのかな。当然1から3まで全部やってるはずだみたいな。俺みたいな人いないって。そうそう。お、開いてる。ドリキャスイコーハード買ってないです。わかるな。なのでプレステまでのしかできません。ドリキャスは PS4 よりも性能がいいので、事実上 PS4 までのハードは買っても良いですよ。プレステ6さんは買っとけ、悪いことは言わんから買っとけ。PS4 までのハードは買っても良いことになりますね。プレステには良いソフトめちゃめちゃあるから。まあうん、2は本当にお金払ってでもやりたいわ。PS2 は本当好きですね。やりそうだけど。ただゲーム買ってないって。プレステさんのネット販売してるソフトでプス1のプレミアソフトも600円くらいで買えるから、買っといた方がいかやく。信じられないですね。自分を撃ってないか。バイト上がりの和骨。あ、バイト上がりの和骨です。 PS2 にネット販売してる。そして PS1 のプレミアムも600円くらいで買えるから。中古で4万とか3万来てるソフトが600円なんやで。絶対買っといた方がいいで。自分を爆散してしまったか。ああそうですね、 PS3 あればアーカイブでできれば古いゲーム。なんで PS4 にアーカイブないんだろうな。なんで Nintendo Switch にもアーカイブないんだ。
てかなんで自分今はステアムゲーばっかやってるからな。あ、そっか。なんで積んであるのが150本くらいある。あ、俺500本くらい張り合うの良くないですよ。スチーマー特有の初めまして500本です、初めまして150本ですみたいな。あ、察し良くないんですよ、良くない、恥ずかしいことですよ。クリアしてないのは多分200くらいだからセーフ。クリアしたのはクリア全部含めたら500だけど、クリアしてるからね。俺10本もないわ。よくないですね。一番やってるのがなぜか無料のやつ。素晴らしいですね。なぜか無料のやつ。ドキドキリテラチャークラブですね。わかります。え、これじゃない。ん？コンバイン。なんでその付け方だって10本もでもプレステにトプスさんは今のうち状態いいもの持っておいた方がいいと思うんだけどな。ちょっと待ってお前10本もないやって嘘だろうが、対応のプレステソフトあるだろうが、ふざけるな。ないって言ったんだよ。同じだよ。 むしろより害悪だろうが、物理的な積みゲーは邪魔になるじゃん。スライクーパー買ったけどさ、どこに置けばいいの。だからもう置く場所がないんですよ。部屋には1000本超えで置いてあるけどさ、だからもう置く場所がねえんだって。買った？マジ？買ったよ。あんまりしつこいから。推しに弱いんだ人っていうのは、毎日言えば毎日やれって言えばやっていった、やりますよ、やったそんなに喜びます？キングスフィールドの時そんなに喜んでなかった。キングスフィールド4もやらなきゃいけない。毎日やれって言えばね、やりますかってなるよ。それか NG されるか、どっちかですね。それは当然です。お、キングスは面白いからね。スライクバー面白いかどうかわからないから。ん？スライクバーはなかなか手を出す人おらんからな。そうか。俺はもう絶対やる、絶対やるソフトのうちの一本になってたな。やれ。スライクーパーやるのはいいですけど、今やってるゲームがトゥームレイダー4とゼルダの伝説、神々のトライフォースと、フォールアウト2と、アスカ剣山と、マリオ64、スターリベンジ3と、残機ゼロと、まあ、いろいろなんですけど、その後ですよ。その後というか、その後に俺が何を選ぶかを決めるからそこを乗り越えないとプレイまでたどり着けないんだぞ。アスカは放置でええやん。アスカは放置でええやん。放置でもいいんですけど、全部同時並行でええやん。同時並行でやってるんですよ今。同時並行でやったら怒られるんですよ。おい、もうキングスフィールド飽きたのかよ。いやいやいや、昨日やったじゃんみたいな怒られるんですよ。いろんな派閥があるから、ソニックやってください、マリオやってください、キングスやってください。スライクーパー起動確認しましょう。起動するかわかんないからね。あと日本語化して、あとインストールして満足しよう。一
つでも遊べるっていう状況にだけしとこうみたいな。 PS2 だろ、S 端子か。まあ大丈夫大丈夫、起動しないと返品せんとあかんと。スライクーパーはそんなゲームじゃない、信頼してないんですが、スライクーパーを。大丈夫ですよ、俺信じてるから。でどうする、俺がやってあれあんま思んないなってなったらわかんないですよ。ワイメタルギアソリッドにまことん仲われてるやつ起動しなくて返品できなかったことあったからな。へえ。すぐに確認してなかったから。ひどいなぁ、ブックオフ許せん。もうビートマニアサード買ったと思ったらビートマニアセカンドが入ってたことがあって、ふざけるなってなったんで部室に置いてきました誰かやるだろうっつっていらないゲームを置いておく場所になってたの。で、わかんないですよ、俺ひねくれてるからあんま面白くないですねなのかもしれない。ニアレプリカントとか全然面白くなかったし、イコはもう本当にふざけるなって感じでしたし、まあイコの悪口言い出すと止まらないんで、弾丸論破は神ゲーということでこの話は終わらせて、ムービーですね。ちなみにプレステに半勝ったんですよね。Congratulations. あ、You survived to fight another day. I trust that you now have all. ニアは満足できなかった。Jean-Yves shall be escorted. ニアレプリカントはなんか、Not entirely. うーんって感じだった。A simple trade. His life for the armor of Horus. Do not take too long. この良さがわからないとは。わからなかったです。Apologetically. Well.だろうな、ゲーム性云々はともかく全く感情移入できなかった。 PS3 全く終始はって感じだった。 エンディングまであ、ダメなの、そのせいか。ストーリー違うんですか PS2 とは。心臓が違うそうなの本当に、いきなり撃たれてるんだな。そんな違う？劣化してんの？え、でも普通にめっちゃ手つなぎしてたけど、え？もっと手つなぎしてんのあれ、PS2 版だったら。本当。そうなんだ。そうなんだ。あのゲーム両方やってる人がいないから、あんまそういうの聞かないのかな。
プレステ3に食ってあかんくなってるの多いな。いや、正直やった感じ、なんだろう、進化するところも劣化するところもないからさ、変わらんだろうと思ったんだけど。ワンダとかプレステ2とプス3プス4とかってる変人ちらほらおるで。ワンダは面白いですか？やるべきですか？まあでも手つなぎ振動がまた違ってたらまた変わってたのかな。どうだろうな、終始意味わかんないな。お礼子に感動してワンダ予約して買ったけど後悔しかなかった。あ、本当？俺イコに後悔して、予約とペンドブドもらったけどちょっとな。イコに後悔してワンダには来たいっていう状況ですね。 PS4 版がなんか別物なんだっけ、リメイクって言ってたよな。 PS3 版は多分リマスターだろうけど、ワンダはプレステ4版がええんかな。 A のそこはキプレイ勢に聞きたいですね。別に俺グラフィックとか全然気にしないから、単純に一番面白いやつをやれれば。周回する人とか風景見て回る人にとってはワンダ神ゲーらしいけど、俺面白いけどすぐ終わる粗大語イカ楽。確かにイコは風景がないですもんね。なんだこれ。面白いけどすぐ終わる粗大ゴミってなんだよ。面白い上にしかもすぐ終わるなんて、そんなありがたいゲームないだろう。このゲームなんかつまんないのに長いんだぞ。いや、面白いけど面白い上にすぐ終わるとかありがたいだろ。逆転裁判やってるのと変わらんからね。え？いいじゃん別に。逆転裁判いいじゃないか。今つまんないって言った？いや、なんていうんですかね、クリアできないってことを除けば神ゲーだと思います。攻略見ないと無理だ。ネタバレしたら面白くないやんって言うと、アタゼイがイカに早く倒すプレイしたら変わるよとか言われて、イカ楽なんだかなって思うわけよ。ネタバレしたら面白くないゲームはクソなんですか？大抵のゲームそうじゃね？ゲーはネタバレしても楽しいやん。まあそうですけど、イコはあれネタバレしても楽しい。だからネタって何、あのゲームの何かストーリーありましたっけ、イコにストーリーありました、あのゲーム。イコはパズルゲーだからな。まあ、パズルゲー、まあそうですね、アクションいらないっすよね。パズルだけでよかったな。イコストーリーあるよ。あるの？じゃあ書いてほしかったな、ゲーム中に。その公式サイトとか。マリオとかどうせクッパの仕業だしな。作者のブログとかじゃなくて、ゲーム内に書いてほしかったな、ストーリーは。二周目世界の文字読めるようになってるよ。
どうせ読めるようになっても大した文章じゃないだろう。知ってるよ、アンダーテイルの、アンダーテイルと一緒ですよ。全然ストーリーわからないんだわって言うと、いや、Pルートやればわかるとか言うから信者が。俺やったんですけど、全然わかんないんですけど。意味が、アンダーテイルってどういうストーリーなの？全然わかんなかった。全ルートやったのに。というね、人もいるんで、変わった人だなぁと思ってくれ。そういう人にはシャドウタワーはおすすめできないと。でもワンダは面白そうだなぁ。風の旅人とかも面白かったですね。ストーリーないからな、あれ。風の旅人はストーリーないからな。シャドウタワー面白いよ。ソロでやってた。ソロでやってたけど面白かったな。シャドウタワー面白いですか？やります。面白いゲームはやることでおなじみなんで。暗い。ブーム4ももっと面白そうにプレイして。俺何をやっても面白そうにプレイしないぞ。最近気づいたけど、マリオ64やってるときはそこそこ楽しそうかもしれない。ゼルダやってるときもそんなでもないから、まあ、これはこれに関しては、いいよ、楽しそうにやんなくて。無理だもん。難しいもん。なんかシャドウタワーやってくださいっていう人の一人にさ、なんだっけ、コメント一切見ずに、でも配信はしてくださいみたいな。意味わかんないかな。提案してきて、どういうこっちゃ。コメント配信はするけど、コメビは開かない。だから棒読みちゃんもつけない。どういうこと？どういうこと？だから一人でプレイしている状況をみんなで見るっていうのがシャドウタワーの一番面白い配信形式らしい。みんなで相談しながらやるんじゃなくて、俺が一人で頑張ってるのをみんなはただ見るっていう。面白いっすかね。それコメントしないだろ。え？わからん、わら。わからんよな。やっぱおかしくなってますよ、僕たち。人が、この配信、あんまり人気ないから、誰
誰も来ないようにツイッチでやろうとか考えるんですよ。おかしいんですよやっぱり、うん、人が来ないようにニコニコじゃなくてツイッチでやろうとか意味わかんないですよねやっぱ意味わかんないんだよな。アイテム邪魔なんだけど大量のアイテム消したいんだけどしまうってのないの。ジャンピング2丁拳銃、これがトゥームレイダーだよな。これできない最新作はゴミっていう人絶対おかしいよ基準が人それぞれなんだな。どうすりゃいいんだこれ。そうじゃねえのかよ。どう見てもこれ登れるだろうなあ。どう見てもこれ登れるだろう。はしごじゃねえのかよ。捕まるとこあるじゃん。どうしたらいいのこれ。はあ、に横線あったらはしごだと思ってしまう。トゥームの トゥームの
なんかボコボコしてるってなったらはしごだなんかボコボコしてる、これはしごじゃない違うな。ダッシュで駆け上がれんの？そういうのがあるの？初めて聞いた。え、ピタッゼロになるけど。ピタッもう駆け上がるも何も壁だ。わらわら壁です。もう攻略見るしかないか。クリアできるようになってないのが悪い。そうか、バイクがあったな、そういえば。バイクで駆け上がれるわ。すっかり忘れてた。時間かかるな。よーし。は？は？加速があっただろ。加速パネルとかありました。どこに？ねえだろそんな。苦しい。減速、わら。これは苦しい。ドームレイダーっていつもこうだよな。いや、どうするな。いけ、よーし。なんでだよ。
設定みたいに乗り捨てできんの？乗り捨てできないでしょ。いや、できるかもしれないけど、それでいいかな。水の泡だけど、バイク、せっかくいいバイク買ってもらったんでしょ。ダッシュなんかあるのかな。わらわら、ガリ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 、ああ落ちる。ああ、もうなんでギアをバックにしないんだよ。このトゥルルルデンってのはドラゴン、なんでみんなそう思ってるからですよ。なんでこれこんな高いの？クソゲーってのはいつの時代も人を引きつけるんです。バイクメーカー爆撃。みんな忘れないでほしい。クソゲーやって、いやー笑った笑ったって言ってる君はその1時間プレイしたし、そろそろ諦めてもいいよ。改造マリオじゃなければ改造マリオでもいいじゃん別に。じゃあ DJ マックスやろ。そのあー面白かったって笑ったクソゲーの10分はやってる方は10時間だからな。10時間以上やらされてるんですかね。いけそうなんだけどな。乗り捨てできんのかな。できない。なんかマル秘テクニックあんのかな。行く場所ねえよ。
調べたぞ。開かなかった。道じゃん、こんな。開かなかったよ、そこ。アップデート修正入ったか。諦めるっていう観点で言えば俺1時間じゃないぞ。何時間プレイしたと思ってんだ。22時間。諦めきれるか。諦めきれるか。もちろん入れないんですよ。当たり前ですよね。だってしゃがんだらこうなるし、登るときには頭の高さが必要ですから。もちろん登れません、この高さには。当たり前ですよね。だから下を開けないと上からいけないんですね。なるほど。なんだろうな、このゲームの欠点を自慢げに謎解きに使うの何なんだろうね。もっと恥ずかしそうにさ、もういけないんですよみたいなって言うなら、なんで自慢げにそんな、これいけないんですよってことはこうするんですよねみたいな、がっつり謎解きに。マリオ64でケツワープを必須テクにするようなもんですよ。バグだろこれは。なぜ謎解きにするんだ。修正をしなさい。状態になるために床を外したんです、僕は。床外さないとぶら下がれないですからね。わらわら。床外さないと、だって高さが足りないから、床外さないとこれぶら下がれないもんね。でぶら下がらないと登れないですからね。それは床外しますよ、普通。当たり前だよな。自然だね。自然だよな。当たり前のことだな。逆に気づかなかった。自然すぎて。4クソだろ。3もこんなんじゃなかったっけ。4はクソです。何今出してん。じゃあ今日はこの辺にしますか。一旦休憩。見えない。この謎解き考えたやつゲームのうがすぎるだろ。な、もっと恥ずかしそうにすべきだよな。ちょっとプログラム都合上行けなくなっちゃいました。じゃあこういうマップは出さないようにしようって普通になる。ってことは謎解きに使えるなみたいな。謎
謎解きというか、この設定自体が謎。謎ですね。全部謎。プログラマーを恥ずかしめるためのプランナーのコード直りですかね。なんてひどい。で、今度逆にその詩を使えるねってなったから直そうとしてたのに、やっぱり直さなくていいよ。ここが開いたんだよ。めちゃくちゃだ。どこ開いた？開いてねえじゃねえかよ。どこ行けばいいか全然わかんねえ。暗いし。ねえじゃねえか。は？
か違うな。どこよこれ。で調べると全然関係ないとこがある。攻略を見てもクリアできない。攻略を見ながらやっても意味がわからない。床が抜けた、わら。この辺からジャンプをしてなんとかしてこの上に登るの。すると床が抜けて別マップに行ける。ワザップでももうちょっとマシなこと書くんじゃないかな。すごいことが起こる。誰がわかるんだこんな。ふざけるのはもう大概にしろよ。嘘だ。俺たちのトゥームレイダーこんな。こんな。ひどすぎる。誰だよ、こんなゲームにしたの。叫んだよ、田畑。10年待ったんだぞ。というんだ。